しみな一戦がいよいよ始まろうとしています。 JWP、日向あずみ、そしてネオレディース井上京子になりました。まあ、プレッシャーも大きいでしょうけども、はい、ここはね一つエースの意地を見せてもらいたいですね。ですね。ただどうなんですか、客観的に見るとやはりその力関係でははるかに強行なのが上なんですか、それともかなりいい線いきそうなんですか。ひょっとしたらという期待は持ってるんですけど、ね、そうですか。まあ、昨年の2月にですね、まあ、当時のエースだった福岡光が、この井上強行とやって、はい、まあ強行有利という声が高い中だったり、この福岡がですね、自分がエースであるという自信をバックに、はい、この強行を破ってますんで、今回もですね期待したいですね。そうですか。いやーもうこの強国ホールの中、非常にヒューガーとしてみればいい圧感がありますよね。対戦したかった相手とはいえ、ちょっと何か今までの雰囲気としては同じように戦えないでしょう。そうですね、やっぱりね、緊張感も伝わってきます。心なしかやはり顔が青くなった感じが私ヒューガーにありました。つまり試合前、もっとヒューガーは自分のいわゆる精神的な安定を図って上がったにもかかわらず、はい、自然に何かこう緊張感が高まっちゃったんでしょうね。そうね、やっぱりそのまだ経験が、ね、大場所はそんなに経験してないっていう部分もありますんでね、はい、ホラケンでシングルでメインということ自体が彼女にとってはやっぱりそれだけでもプレッシャーになりますんでね。ですよね。相手は強固になります。さあテキスタが外されました。こういった序盤でのいわゆる自分のゲームプランのいわゆる誤算というのも一つ一つ大きなダメージになります。とにかくパワーでは絶対構いませんからスピードと、あとはまあこのヒューガーもどうしようもない攻撃、どこから飛んでくるか分からないような技を使いますのでね、それをどれだけ引っ掛け回して最後きちっと決めるかというのが、はい、勝利の方程式があるんですから、それだけですよね。ですね。まあ、この勝負ではちょっと、はい、今の力ではかなわないでしょう。はい、この入り方というのがあります。完全な強固ペースで入ってしまいました。そうですね。なかなかこれはヒューガにしてみるとおちょくられてるようでね。完全に今おちょくられてますね。なんともこれ気が滅入ります。JWP のエースとして今や押しも押されるそのヒューガー済みでありますが、まあ強固にしてみればまだどんなレスラーなのかも知られていない、その自分の存在感をねなんとか示したいところですよね。まあ、今のところ完全な強固ペースですね、はい、これひっくり返すには、はい、ただ序盤からね強固はこう慎重に関節技とか一人でしてるということは、はい、足を殺してますもんね。あの余裕あるように見える、実は慎重ですよこれ。そして計算してますよね、はい、単におちょくってるんではありません。徹底的に足殺しから入ってますので、はい、この足さえまず殺せばというのがあるでしょう。動きを止めてしまおうという計算ですよね。本当ですね。実際ヒューガのこの日のコンディションはどうだったんですか。ヒューガもですね、その前世代リーグ戦を快調に飛ばしてましたんで、はい、悪くないです。そうですか。特にその開幕戦でね、はい、内関西を破って、勢いに乗ってましたんで、はい、ただその不安なのは強固に破壊された首、もうこの時点では随分良くなってるんですけども、あの不安はよぎると思うんですよ、ライアットを食う時に。ですよね。そこですね、はい、いやー完全な強固ペースです。追点上 7.18 の構想からはわずか3日後の 7.21 です、はい、そうなんですよ。で首を破壊されてからしばらく欠場してですね、復帰した後も首が回らないような状態だったんですよね。そうですか。それでも戦ってたんで、逆にその首が回らない中でもお客さんに悟られないようにして戦ってきた何日間かというのは彼女にとってすごく財産になってると思うんですよね、自信にも、はい、逆にその強固に負傷させられたことが今のところプラスに作用しているかなという気はしてますけどもね。なるほどね。それにしても全くヒューガが付け入る隙がないんですよこれ。じゃなかったって気持ちあるでしょう、当然スタートはね自分からというのがあったでしょうでしょうね、出花をくじきたかったんですがね。さあこの辺りがいくか、これはヒューガの戦い方ではありません。そう、まあはい、今パワーの差というのはねしみじみ感じてるでしょうけどもね。でしょうね。ここ
で勝てば京都に勝てばですね、今赤いベルトを持ってるわけですから、勢力分布図は一気に変わりますよね。ただただの一勝じゃなくなりますね、はい。ようやく返しました。膝を狙うというのは一つの鉄則ですかね。そうですね、大原選手はまず下半身からというのは鉄則ですからね、はい。そして京子はこの前の試合もそうでしたが、首をかなり痛めていたのか伸ばしてもらうというシーンがありましたね、はいはいはい、ありましたね、これをぶん回すってのはすごいぞ。ヒューがいった、ジャイアントスイングだ。しかしよく回しましたね。回転は少なかったですけど、これはやっただけで意味ありますね、はい、京子の得意技ですから、これはおそらく狙っていたんでしょう。やってましたね、よくやりました。精神的には少し楽になりましたか。それとまあ、はい、ヒューが底知れぬパワーを持っているってことですよね。体の線はそんなに太くはないですけども、よく回しましたね、2回転ぐらいはいったんでしょうか。3回転ぐらい行きましたね、行きましたね。確かに回転はゆっくりでしたが、おやっと思ったと思うんだね、これで、はい、意外と力があるぞと、うん、警戒させただけでも、うん、今のは有効だでしょうね。でしょうね、いやそれにしてもさあ、ヒューが精神的には楽になったものの、このパワーの違い、よく焼けています。京子褐色の肌をしています。この人ペイントしますと本当に顔が映えますが、そうですね、このペイント取りますと普通静かなねなんてことはない顔になっちゃう。実にペイント映えする顔ですね。そうですね、そのペイントも自分が若い時代にね、はい、マスクをかぶるんだったらペイントみたいな感じで、当時ヒールじゃないのにペイントするっていうのは画期的でしたからね。ですよね。そこら辺はね、はい、彼女はそのプロとして自分を見せる術をよく分かってる人ですよ。ですよね。さあ上になっているヒューガです。まあ、今ノリに乗ってますからね、今日ね、すべてのこの J ネオだけでなくて、はい、あらゆる団体で主役の座にいますので。そうですよね、前場に行っても JD に行っても候補を中心に回ってますので、ね、はい、まあこの人にかかる精神的な負担は相当あると思いますが、本当に好きなんですね、ニコ。やはりね、うん、明るく全てを対処していきます。候補としてはまだまだでも不満なんですよ、私もね。そうですか、もう誰が、日本中の誰もがプロレスラーで一番強いのは誰だと思った時に井上京子が答えられると、それが彼の理想なんでね。なるほどね。まだいや神取だ、いやトヨタだと言われると、もう彼女はまだまだとカチンとくるわけですね。じゃあ目に物見せてやるかということですよ、はい、もっともっとじゃあいろんな団体に乗り込んでいろんな技のところを取って、うん、証明してやろうというのが今の彼女の意気込みですね。なるほど。それを実際実行に移してますよね、はい、この2人の対戦というのは実に 7.18 の、 あのマイクパフォーマンスからもありましたが、ヒューガが気真面目に対決の姿勢を出すと、それを茶化すように京子が ね、お返しをするというその構図。さあヒューガ持ち上がりません。ちょっと真正面から言ったら上がんないんじゃないですかね。いくらか何かね、すぐに売れるからじゃないとね。ですね、飛ばされます。さあこれだ、よし、ようやく自分のペース。ヒューガですね、これが出始めますと、やっていくべきですね、そうなんですね。京子は戸惑うでしょう、こういったタイプのレスラー。あっと、しかし突っ込まれましたか、いった。これもね、本当は、はい、まあ、足を絡めてそのまんま体重かけて丸めてみたい枠なんですけどね、離れちゃいましたね、はい、今天野が心配そうに見つめていました。まあ、JWP 陣営にしてみれば、一体京子にこのヒューガがどこまで行くんだろうかって、これ興味深いでしょ。あるでしょうし、当然天野、はい、崎、ランニーは次は私がやってるっていうのがあるでしょうから、でしょうね。そこら辺は今見極めてるでしょうね。でしょうね、もう盛んにじっと目つめている天野、あるいはランニー、見ている表情はやはりこの対決、そして自分の姿になりましょう。自分の姿を投影しているはずですよ。ですね、さあ京子です。うまく後ろを取りました。今度はヒューガ、嫌なポジションです。どういう落ち方をしても嫌なポジションです。スパイダージャーマンを狙ってますかね。あーっといった、この腹筋の力はヒューガです。そして今度はミサイルキックを狙います、後ろから。ただまだ京子に余裕があります。
だからまだ、はい、ということはもう今ヒューガーペースに見えても実はまだ強化ペースなんですよね。ですね、大きな体が上がります。首を痛めています強化。まあ、とにかくこの人もハードスケジュール満身創痍のはずではありますがね。ハードスケジュールですよね本当に。はい、ダブル井上で活躍もしなくてはいけないし、赤井頼朝の心配もしなくてはいけない。本当ですね、自分の団体の心配もしなくてはいけないと、はい、ハードはハードですよね。3発きました。過去強固というのはまたこれ